こんにちは。今回は以前にプレイしたアドベンチャーホラーマップの続編をやっていくんだぜ。どんなストーリーのやつだったっけ？ザ・ダミーというタイトルのやつなんだぜ。ああ、あのロリオタ変態豚野郎の話のやつね。前回を見ていない方は概要欄のリンクから見てくれよな。それでは早速やっていくんだぜ。その前に一言いいかしら。おう、なんだ。スキンのセンスがダサすぎる。いや、冬の無料セールとかでゲットしたやつだから。ただでも来たくないわ、それ。そんなことはいいから、早速ゲームを始めるんだぜ。まずは今回のストーリーからね。ふーむ、今日はお前が翻訳してくれるのか。いや、無理。前回のラストでエレベーターに乗った記憶はないんだけどな。まあ、そのあたりは大人の事情ってやつかもね。っていうか、お前、小さいこといちいち気にするタイプだったか。たまには冷静で賢いところを見せないと、少しは世間の目が気になるようになったんか。このボタンでゲームスタートかしら。いや、違うようなんだぜ。エメラルドブロックの下にチェストが現れたみたいね。なるほどな、先ほどのボタンはチェストを出すためのボタンか。チェストの中には、金のチェストプレートとレギンス、ボタン、それに仮面みたいなものが入っているわね。防具があるということはモンスターと戦うことになるのかな。よし、とりあえず装備するんだぜ。ああ、この防具はスキン的な感じがするものなのね。そのおかげで、クソダサいスキンが隠れたわ。ダサいスキンを着てしまって、今本当に恥ずかしい気分なんだぜ。ここに、先ほどの石のボタンを置くのね。警告。案ずるな、アドベンチャーホラーマップにはありがちな警告なんだぜ。ホラーには色々あるけど、今回のはどうなんでしょうね。さっきのウォーニングは、これですか。何の音？ドアの向こう側から音がしているような気がするんだぜ。あれ？いきなり場所が変わったみたい。鍵を探せと出ていますね。フラッシュライトって書いてあるんだぜ。懐中電灯的なやつね。なんだ、いきなり視界が悪くなったんだぜ。フラッシュライトを手に持つと暗くなる仕様かな。それフラッシュライトの意味ないじゃん。主人公がこの場所はなんだ、って言っていますね。あ、鍵みたいのがあるんだぜ。あれ、明るくなった。なんか、頭に被ったスキンに秘密がありそうなんだぜ。ライトを手に持っていないと明るいとは、なんとも不思議なライトね。ここのドアは、先ほどの鍵で開くのかな。イージーだな。でも結局ライト手に持っちゃうんですね、わら。あそこにレバーがあるぞ。あのレバーを下げると、何か起こるのかしら。なんか音がしたぞ。モンスターが生まれる穴が開いてなければいいけど。お、あんなところにブロックができているぞ。ということはあの絵の裏側が怪しいわね。やっぱりな。絵の後ろが部屋になっていたか。結構大きな部屋みたいね。斧があるな。これは武器として使えそうだけど。あれ、この斧取れないんだぜ。ただの飾りかもしれないわね。その隣にあったものは取れたんだぜ。手に取ったものは何なのかしら。なんだか薄気味悪い感じがするな。こちらは何かしら。ラケットみたいに見えるんだぜ。これは役に立つわず、と言っているんだぜ。あれ、下にボタンがありますね。特に何も起きないようなんだぜ。電源を入れるにはどうしたらいいって聞いていますね。電源って、このスイッチのことじゃないか。いつの間に、かまどに火がついている。ロリオタ変態豚野郎の餌かな。ちょっと気持ち悪いが少しもらっておこう。鶏肉食べたらあんな風になっちゃったりして。それだけは勘弁な。この斧はぜひとも欲しいわね。この斧は重すぎて使いこなせない。武器としてフライパンを使うと主人公が言っているんだぜ。え、ラケットだと思ったわ。フライパンでロリオタ変態豚野郎の顔をぶん殴ってやるんだぜ。それにしても、今回はロリオタ変態豚野郎の姿が見えないわね。かわいこちゃん、僕と来るんだよ。いやよ。もしかしてロリオタ変態豚野郎が主人公の妹といるのか。このグチュ、グチュ、って鳴っている音は何かしら。近くから聞こえているようなんだぜ。床の上に赤い血のようなものが浮かび上がってきている。出たー。ロリオタ変態豚野郎が姿を現したぞ。あれ、でもいない？ドアも開かない？
こっちのドアが開いているんだぜ。この部屋は何かしら？向こう側に自分の姿が映っているような。これは鏡のような感じですね。自分の姿を映してみろということかな。影分身のようなものが見えたけど。まるで鏡から飛び出さんばかりなんだぜ。鏡には大きな秘密はないみたいだけど。こんなところにレバーが入っているんだぜ。レバーを設置できるところは金のブロックみたいですね。金のブロック、そんなところあったか。あれ、鏡に映っているのは金のブロックみたいだけど、後ろを向いてみるんだぜ。後ろを振り向いた瞬間に驚かせるなんてことはないよね。いいからそこに設置したレバーのスイッチを早く入れろ。お、明るくなった。何かしら、この紙は。お前、この部屋を見たらわかるだろ。トイレ付きの部屋ということは、うんこを吹く紙。さあ、あのレバーを下げるんだぜ。また暗くなった。それに別の場所に来たみたいなんだぜ。一体、この通路はどこまで通じているのかしら。レバーを入れると新しいところにワープするように作られているみたいなんだぜ。この家は一体どんな構造なのかしら。こんな狭いところでモンスターに襲われたらやばいな。このはしごから上に上がれるみたいね。この辺りは暗闇に包まれているライトを使った方がいいなと言っているんだぜ。さらに、あれは何だとも言っているな。あれって何のことかしら。さあ、でも何かがあるみたいなんだぜ。見えない何かがあるっていうの？とにかく前へ進むしかないな。ひぃー。どうすればいい、どうすればいい、どうすればいい。あっけないわな。貧弱なモンスターだったんだぜ。フライパン様様ですね。いつまでもあると思うな、親とフライパン。いや、それ親と金な、わら。感圧板が並んで設置してありますね。なるほど、感圧板を踏むと壁が開く仕組みな。台座の上に、向かい合った椅子とレバーが置いてあるわね。レバーがとても怪しいんだぜ。特に何も起きないみたいだけど。こっちのレバーも無反応ね。何も起きないレバー、ダミーのレバーということか。やばい、殺人予告的な音がした。ああ、何か不気味な音なんだぜ。この本は一体。城の計画っていうタイトルなんだぜ。魂なんて、一つもない。どんなに生きても、僕はまだ彼女を見つけなくては。どんな代償を払ってもね。準備をしておかなければ、愛する彼女に命を吹き込むための私のつながりがなくなってしまう。そして、この計画を作った。意味がわかりにくいけど、ロリオタ変態豚野郎は友人の妹のことを相当気に入っているらしいな。主人公の妹への思いを書いたもののようだけど、正直言って。キモすぎる。友人の妹を好きになるというのはたまに聞く話ではあるけどな。でもロリオタ変態豚野郎の考え方が少しヤバすぎるから、死んでくださいとしか思えないんだぜ。ここは道が分岐していますね。正解がわからないから、まずはまっすぐに進んでみるんだぜ。うん、なんか書いてありますね。なに、今の絶叫。ロリオタ変態豚野郎の叫び声と見た。ここも行き止まり。あの豚野郎、こんな迷うような道を作りやがって。それじゃ、正解はこの道をまっすぐね。だな。やっぱ、この道が正解みたいね。今度は下に通じる階段か。また不気味な音がしているけど、なんか出てきそうで怖い。お前のビビりすぎる性格はいつになったら治るんだ。私からビビり取ったら、何も残らないんを。うおって何よ。いや、ちょっと聞きかじったのを放り込んでみた。うん、今度はダイヤブロックがあるな。これまでの流れから、あのダイヤブロックに設置するレバーがありそうでありんす。暗くてよく見えないが、壁の一部が盛り上がっているように見えるんだぜ。押しても特に何も起きないわね。奥のドアの方からチェックしてみるんだぜ。開きませんね。こっちのドアは感圧板で開くタイプですね。チェストがあるな。どこかに抜け道がありそうね。ここから中に入っていけるぞ。このチェストの中は、ダイヤのツルハシと本ですね。これは指示書みたいですね。ああ、秘密のドアを開けるために隠されたチェストを探せと書いてあるな。そう簡単には見つからない場所にありそうね。しかし、ロリオタ変態豚野郎のやつ、チェストを隠したりと意外に器用なやつなんだぜ。このエメラルドブロックはダイヤのツルハシで壊せますね。おっと、川の流れのようになっているな。また、変な音がしたような。
何かよからぬことが起きそうな気配なんだぜ。あ、これでチェストの中を取れるわね。またダイヤのツルハシ。こっちのはレッドストーンブロックを壊せるみたいなんだぜ。レッドストーンブロックなんてありましたっけ？これが隠されたチェストか。このレバーはダイヤモンドブロックに設置するものですね。とりあえず、このドアに入ってみるんだぜ。あ、右側のドアの横にダイヤモンドブロック。よし、さらに奥に進めるようになったんだぜ。新しい仕掛けがありますね。出たー。なんだ、あっけないな。随分と、柔らかい感じのやつでしたね。この装置は壊れているみたいだけど、直せそうだと言っているな。でも、どうやって直すのかな？さっき、レッドストーンが必要みたいなこと書いてあったんだぜ。え、そんなの出ていたなんて気づかなかった。この金のブロックの上にレッドストーンを置けば、いいんじゃないか。また探しに行くんですか？あったりめえだろう。そうしないとロリオタ変態豚野郎を叩きのめせないからな。おっと、また出たな、柔らかゾンビ。もうちょっと、手応えが欲しいわね。あれ、あんなところにチェストなんて、あったかしら。お、レッドストーン発見。これを、さっきの金のブロックの上に置いたらどうなるのかな。ロリオタ変態豚野郎が天井から落ちてくるかもな。あれ、何も起きない。当たりめえだろ、動力を入れないと動かんわ。エレベーターが使えるようになったみたいなんだぜ。エレベーター、そんなのあったかしら？いや、多分さっき壁にあったボタンがエレベーターを呼ぶボタンだと思うんだぜ。あそこに見えるボタンね。ロリオタ変態豚野郎は、隠すのがうまいわね。奴は前作の時からそうだったからな。ジ、エンド。これで終わりなのか。ロリオタ変態豚野郎との戦いはありませんでしたね。でも最後に、これで終わり、みたいなことが書かれていたわね。主人公の妹はどうなってしまっているのかしらね。そうだな。妹の安否も気になるんだぜ。続きがあったら、今度こそロリオタ変態豚野郎をぶっ殺してやりたいところなんだぜ。そうですね、乞うご期待って感じですね。それで次回の動画でお会いしましょう。